えいっとーも皆さんこんにちは、ソウヤゲームズでした。シャドウェイ、本日なんですけども、モコ先生の軍団、1対11の、この戦いを、スタートやっていきたいと、よろしくお願いします。で、相手は、僕対、まあ、モコ先生なんですけども、相手がですね、他は全員悪い字で、まあ、ちょっとね、僕と、まあ、モコ先生だけの得点を競うんですけども、相手完全に僕の妨害してきます。他の、ね、11人の悪い人は関係なく、今回僕対木工生の戦いになるんですけども、本当に、ね、妨害されまくるんで、本当にね、集中して、戦っていきたいと思います。この前代未聞の戦いですからね、前代未聞の戦いをさ、まずはこうやって無敵を持ってね、さっそうとまず上がっていく。木工生も何位なんだろう、多分1位だと思うんだけど、ここら辺で多分妨害してくる可能性も全然あるから、まずは、でも注意ぐらいいるね。あ、いる。全然いるわ。全然いる。もうコースで見つけたんで、まあね、新スコースだから、ここは。おそらく、勝手におそらく、潰れてくる。こいつ、ちゃんと、ファイアフラワー投げてきたな。ちゃんとファイア、キュウリ割って、あ、なるほど、ナイス。え、ナイス、潰し、ありがとうございます。さあ、無敵もう一回引いて、いいよ。じわじわ上がっていくよ。じわじわ上がっていって、もうコースで、僕なんかちょっと今ちょっとミスった。これサラダが振らねえから、とりあえず前には出れたよ。前には出れていいよ。後ろから手潰しちゃってもらって、さあ、このモコスとかいう、モコスとかいうわけわかんないやついるけど、はい、コース分かってない、コース分かってないから、しつかいぶち抜いて、いや、うざ、だる、いや、だる、いや、妨害やばい、待って、妨害やばい、やばいやばい、暴れてる暴れてる、めちゃくちゃ暴れてる。ああ、全然統率取れてない、統率取れてない、向こうチーム統率取れてないけど、いや、向こう先生がだから赤さ持ってない、あれモコスだ、紛らわしいな。あ、モコス潰されて、モコス潰されてて2入ったよ、後ろ見ちゃってるよ、やってる、集中してるよ。相手に戻って爆殺ショックか、これ1位ワンチャン取れそうじゃね、1位ワンチャン狙うわ。いや、惜しい、ごく潰し、大丈夫でもいい、はい、オッケーに取っていけ。どうですか、もこう先生、まずはしつかり、はい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 、おいおいおい、やばいんじゃないか、負けませんよ、11人相手でも。第2レースは DK ジャングル、全部で8レースやります。はい、8レースで僕と木工先生の合計得点を競うんですけども、今回集まっている間残りの10人の、木工先生の、ご視聴者なんですけども、さあ、どうやら爽やアンチということでね、ちょっと頑張っていただきたいんですけども、このままでは僕が勝っちゃう、この人だけなんかちょっと できそうな感じ醸し出してるけど、じゃあさ、1人やって、いやー、俺に当たるから、ほら、まあこれはしょうがない、行って、まあまあ打開するか、打開するか、黙って打開する、うわ、やばい、危ない、やばい、もうこせ、もうもうこう先生味方に赤コーラぶち投げられてる。いや、おもろいね、いや、いいね、若いね、プレーが若くて非常になんか生命力を感じるとか言ってるけど、まあ B だからちょっと集中していかなきゃいけない。まずはやはりこういう11対1の戦いはとにかく無敵をね運搬することが重要だから、しっかりとこれはやっていく、徹底していく。まだスター使わない、まだ使わない、オッケーオッケーオッケー、これでできる。この後キラーとか引いていきたいんだよね、俺は。ジャンゼリボコすから全員、アンチだろうなったろうが全員ボコすから、マジで。まずここで一回出てキラーとか出ちゃわないかな。いや、マクシャムキノコがナイスですかね、なんかすごい潰し合ってない、逃げちゃうよ。あ、ナイスナイスナイス、それ潰しナイス、それ潰しナイスで、俺その先行っちゃって危ない。はい、一気に5位入って、はいはいはい、どうする、はい、テレサ入れて、ビビってるね、ビビってるね、ひよってるね、ひよってるね、完全に。これまだ俺出さないからね、出さないからね、しばく、あのゴールある、投げていいよ、来いよ、いや、くそ、やらなかった、誰だあいつ、あ、なんか大きく壊れたか、大きく、逃げろ逃げろ逃げろ、まず逃げて、静かに逃げて、危ないから逃げて、
ナイスアゴラ。いや消えたか。あでも2サルで。オッケーオッケー。1111。いやじゃモコスみたいなやつがいる。それでぶち抜いて。ここ逃げるよ。これ1位取るよ。悪いけど。悪いけど1位取らせてもらうぜお前たち。はい、ボムでさよなら。全員ご愁傷様。なんならウィングをかまして1位。はい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 。あれ、モコスってどこにいらっしゃるんですか。え、11位ですけど、勝つ気ありますか。11対1の戦い、私圧勝しちゃいますけど、大丈夫ですか。ジャーンゼリー、いやでもよく頑張ってる。あのね、気持ちは伝わってる。頑張ってるなーっていう感じは伝わってる。まあだがしかし、毎日3年間以上このゲームをやってきた俺は、もうそう簡単に負けませんよ。さあ打開しましょうか。いやどうしよう、まあこうずっと前に逃げてもいいや。前へ一回逃げてみる。一回ちょっとこう構えて、こうやっちゃう。で、これ止まる。一回消えて、一回消えて、メダルだけ集めたかったから、メダルだけ集まったから、はいはい、一回消えて、あれみたいな。モコスに、あぶな。モコスなんか打開しちゃうんだよ、なんか。打開チックなムーブしてたけど。さあ、まずはこれスターを取って、はいはい、もう完成。完成です。もう準備出来上がった。ちょっとミスったけど、まあ大丈夫。あ、引いてこないんじゃない？意外と優しい。もはやこれ、木工先生のアンチじゃないこれ。俺のアンチというか、木工先生のアンチ説出てきたよ、これ。大丈夫それ、木工先生。そんなとこ赤頃持ってますけど。私も気づけば、虎視眈々と、もうここまで来ちゃいました。そろそろサンダー引いてもおかしくない。あ、おっと、時も投げてくれるんですか。味方1位ですけど。時も投げてくれて、え、待って、俺1位で、俺、行っちゃうよ。いっちゃうより悪いけど、さあ打ってくれない、打ってくれない、もうこれ逃げるわ、逃げます、もう逃げます、もう小先生悪いですけど逃げます。あれあれ、みんな、圧勝ですけど、もうこ、もう小先生、もう、もう先生大丈夫ですか。え、もう先生息してます。もうこれ勝負ありなんじゃない、8レースなら。もうだって30点差ぐらいついちゃってるでしょ。もうピースタイもうクソ前張りしたるわ。スタートもう誰にも追いつかれて、一生1位走ったるわ。一生1位走るわ。一生一夜して、猛攻せず一切絡まずに、もう逃げ散らかす。逃げ散らかすわ、マジで。ちょっとミスったけど。もうちょっとミスったけど、もうそれもいいわ、もはや。あ、まあそ、まあ、そんぐらい投げてもないと。ああ、そんぐらい投げてもないとね。やべ。あっぶね、投げられそうだった。あ、ちゃんと見えて、ちゃんと見えて、ちゃんと全て、ちゃんと見て。はい、見ます。質感見ます。ピーチサーキットはもうここで得意コースだから、まあ、せめてここは勝ってほしいけどね。ダブルコーカー、オッケー、大丈夫、オッケー。また無敵引いて。もう簡単なんだよね、このゲーム。無敵を引いて、質感それで、勝つだけのゲーム。さあ、メダルも気づけば10枚。で、勝手に前、ほら、もう潰しちゃってるから。もう勝手に彼らはやり合うから、どんどんなんかもう潰し合ってんだよね。この、野生児がもう凄まじいんだよね。野生のこのマジで野生なんだよね、本当にビビるぐらい。これまだサンダ出てないんでまだ使わないです。水質疲れの9位で割って、またなんか食ったりとかしてるもん。また食ってるからだ。9位割って、はい、ここでもう一回スターを引いて、こっから一気に上がって、はい、気づけばこの後また僕が勝つんで。赤頃投げてくれてる、もうこの先生。あ、ここで振っちゃうか、なるほど。踏まれて、面白いね。面白くなってきたよ。キュウリ割って、アイテム決まんない。アイテム決まんちょっとまずいけど、交換できたらよかった。こっから急いでいくしかない。こっから急いでいくしかない。こっから急いでいく。さすがにここで絶対キュウリダブル割りたい。
ダブルあってスター引いて、こっからがこっから勝ったらすごくないか、全部見えてる、全部かわして1個使ってキロコ使ってここでスター使って一気に、え、ここで来てさーい、ここまで戻ってきちゃうんだよね。はい、もう高先生に負けません。ここでもしっかりと抜いていく。今のところ全勝です。もう完全勝利するジャンゼリと。いやー、モコ先生のモコキッズたちよ、君たちのマリオカートの実力はそんなもんだったか。失望したよ、失望した。てっきりモコ先生を勝たせるために、ここ命がけで、さ戦うのかと思ったらまんまと俺を勝たせてしまってる。これが君たちの本気だったのか。少し残念だよ、少し残念だ。僕は君たちの本気を見たかったのに。まあそれも君らの長い人生における貴重な貴重な経験になるはずだ、貴重な経験になるはずだ。はい、これ以上煽るのやめるわ。一旦これ以上煽るのやめて真面目に戦うわ。やはり先生どんどん戦う。なんだあいつ、あいつなんだ、爆炸ショッカー、誰か当たって、はい、ごく潰しも、はい、ごく潰しもやって、はい、お前やれてないと思う、やるよ俺、はい、やります、ちゃんと。お疲れ様。もうがっつりマイク、こういうわけわかんない新コースはどんどんマイク、どんどん前行って、誰も寄せつけない、寄せつけない。どうせこれを置くだろ、はい、後ろも爆撃しといて、どんどん突き合う。あっ、ちょっとミスった、ちょっとミスった、もったいない、もったいない。こう巻き込むか、あ、巻き込むじゃないな、くそ、やばいやばいやばい、あ、やばい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 、これちょまずい、これちょまずい、これちょ、あ、危ない、ちょまずいまずい、一回避難、一回避難、一旦避難して、彼ら危ないから、気性荒いから、気性悪いから一旦避難して、一旦避難します。まあ、ショートカルートは別に行かなくていいや。一旦メダルをしっかり集めて、またスターあるからね、このスターをまた有効活用していきたいんだけど、うわ怖っ。スター使ってどう、給料あって、いやー無敵でない、だからサンダーとか引いてない。何、待って、間違えた、ごめん、ちょっとごめん、ちょっとごめん、今ちょっと俺は悪い悪い、ほんと申し訳ないと思ってる。ダブル交換、スター出る、強い、ここにアイテム1個あんだよ、こっからだよ、あら、いけいけいけ、最後ぶち抜く、最後もこせぶち抜く、もこせ、どこもこせが、やばいやばい、負けるいや負けた、いややばい、痛恨の負け、やべえ負けちまった。意外とちゃんと用意取ってんだよ。まあまあまあ、でも言うて30点差でしょ。うん、全然ね。うん、全然届かないわ。うん、全然届かない。まあ、まあ、1回ぐらい勝たしてあげないとね。さすがにかわいそうだから、モコウ先生。メンツ立たないから。うん。おい、まさかのピーチサーキッツとで、またお任せでピーチサーキッツと来たわ、また。いいね、運がいいっすね。さすが王の幸運。お任せピーチサーキッツとへで。これちょっと、モコウ先生、ちょっとめちゃくちゃ、さ、粘着しようかな。なんなら。めちゃくちゃやりに行こう。木工先生潰すわ。もう他どうでもいい。じゃあ木工先生潰しに行く。ちょっと待って。もう一回この堂々と、ちょっと、堂々と木工先生大嫌いなこの打開っていうムーブをして、木工先生大嫌いな打開っていうムーブをして、堂々と木工先生を潰しに行く。一回粘着しに行くわ。ガチで。なんか下一人止まってるやつやから解散落ち。何？木工先生の視聴者の打開とかすんの？許されるの？そんなこと。そんなこと許されるのかな？なんだお前。調子こくな。調子こくな、お前。よこせお前。な、誰だお前は。お前誰だよ。誰だお前。やべ、アイテム通行のスル。前でしょ。ただ前戻りたいだけだから。やばい、ここらへん。やばすぎる。いや、ガチやばい。あ、もうこせ、後ろにいんじゃん。お前投げてるんだ。もう一回止まるよ。静かにもう一回止まる。もうこせいた。見つけた。スタート、OK。待て、もうちょっと自然したい、ちょっと待て、もう待て、いるね、自然いるね、やろうぜ、スター入れて、どう、サード振らない、ちょ、引かせろ。
きやがった。避けられたか。避けられたか今。一回止まるか。これ止まって、お強っ。もう勝ちじゃんこんな。もうじゃ僕勝ちますよこれ。悪いっすけど。これは切られても勝ちなんだよねこれ。キノコじゃないか。サンダフレ即サンダルか。はい勝ち、ありがとうございます。回避までさせてくれる、回避までさせてもらえる。本当にありがたい、本当にありがたいっす。回避までさせてくれる。もはや、うん、味方わかんなくなってんじゃない。どっちが味方なのか。私どうの母校ですよ。サンダーありがとうございます。さあ残すところあと2レース、ムーンリッツシーウェイ。もうコース大丈夫ですか、こんなとこ選択しちゃって。知りませんよ、新スコース来てますけど。しかし月が綺麗だの。スタート、俺の勝利を祝福してるかのようだ。うん、勝たしてもらいますよ。悪いですけど、はい、もうそれも見えてる。プーさんこれ絶対誰か、絶対ちょっ と, とりあえずインコジャンズリで、インコジャンズリで、あの頃来るか爆刺して、こいつやる。プーさん、プーさん待って、ちょ、メダル足りないな。メダル欲しいな。メダル1枚取って、ここも1枚取って、一旦アイテム1個取って、大丈夫、ゆっくりメダル集めていこう。あいつさんはなかなか走れんな。このコース分かってらっしゃるな。さすがに、あ、だる。だる。いや、だる。ちょ、待って、1回打つか。やばい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 。オッケー。いや、ようやく、ようやくこのゲーム分かってきた。あ、ようやくこのゲーム分かってきたみたいな。オッケー。このゲームようやく分かったけど、もう時すでに遅しなんだよ。時すでに遅しなんだよ。さあ、オッケー。ぶっぱしてて、ぶつぱしてて、ちょ、メダロシ。そう、ブメラブラ。ダブル効果。オッケー。給料割って、はい、スターを引いて、はい、大丈夫。全然上がれる。もう一回給料割って、これ、キラーとか引くんじゃない？引かないか。これアイテム1個取って給料あって1クソ離れてるから、はい、キラー引いて最高。うわらここでキラー、どうよ。これサンダー振るでしょ。もう一回回避するよ多分。めちゃくちゃロンキー、ダブル交換してキノコめちゃくちゃ使う、めちゃくちゃ使う、どんどん使って、ふんだんに使って、後ろ若さんっぽいな。とにも言ってるけど、いや、それ間に合わないか。いや、間に合わない、これ。これ間に合わない、ちょっと厳しい。とりあえず、ダッシュ場乗って、2位でいいね、2位。はい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 、残念、私が2位です。追いつきません。いや、もう圧勝だね。うん。もう2位のケンスに60もない、20点差ぐらいついてる。100点取るわ。最後1位で100点。完全勝利。以上。ってことで最後は、運ゲー、ビツクブルー。もこう先生、今回僕と戦ってくださり、本当にありがとうございます。弟子としてね、ちゃんと実力を証明できたこと、この上なく、嬉しく思っております。いつでもマリオカート、上手くなりたくなられまし、なりたく、上手くなりたくなったら、僕にお声掛けください。いつでも、僕なんかでよければいつでも教えますぜ、マリオカートの極意。はい、もうとりあえず逃げますね私。はい、最後は1位取って、やはり手を抜くことが一番対戦相手に失礼なことだから、本気で戦う、本気で潰しに行く。よろしくお願いします。まずはこれ爆スだ。1人やってるね。 OK、 1人やってメダルもさっそうと10枚にして、ただビツクブルーだからサンダーとか振っていろいろめちゃくちゃなことになりそうだけど、まあ、とにかく今できることをやる、できることを全力でやって逃げる、ひたすら逃げる、ひたすらおもむろに逃げる、おもむろに逃げていく。 OK、 あの頃消えた、ナイス。それ消えたのでかすぎる、マジ消えたのでかい。あそこの1個消えたの本当にでかくて、ダッシュ版ってちょっとむ、まあ一応相手は OKOK、 3つ目はスルーで、さあ、トゲも来る。さあ、こっから面白いよ。こっから本当の戦い。いや、
厳しい。あ、無理だな、ま、うわ、やばい。ちょっと待って、ちょっと待てよ、うん、やばいぞ、ちょっと待てよ、なかなかにやばいぞ。え、ビリビリ、そんなはずないよね、そんなはずはない、そんなはずはない、そんなはずはないんだよ。どけ。ああ、うん、5位、うん、実況者が一番取っちゃいけない順位でフィニッシュで96点。あ、94か。うん、圧勝。もこ先生、これが実力です。ちょっとこれもこ先生どうこうよりももこ先生の見方がやばかったね。